響きのような歓声を上げてくれていたので、もうそれが嬉しかったです。チームは優勝して最後は皆さんと喜びを分かち合いたいので、これからもぜひ応援よろしくお願いします。8年かけて200盗塁したので、残り野球人生で500盗塁できるように目指していきたいと思います。今日は僕のためにありがとうございます。明日もしっかりと勝ちたいと思うので、また応援よろしくお願いします。